秩父第16番札所西光寺三門です。お参りします。それにしても青空です。どこのお寺も立派な桜がありますが、老木がありますが、あと1週間程度ですかね。桜の前の梅が今満開です。これは何でしょう。樽の中に飾られてます。酒樽大黒様という秩父観音霊場第17番定林寺です。秩父観音霊場巡礼、ここ18番は郷土寺です。尋問と書いて郷土寺、国道のすぐそばにあるんです。秩父観音霊場巡礼の旅、ここは19番龍石寺です。全体が岩です。秩父観音、西
20番岩の上堂です。駐車場まで来ました。これからお参りしましょう。向山がよく見えます。向山がよく綺麗に見えます。お参りしましょう。秩父観音霊場21番札所観音寺です。21番まで来ました。高山です。本当に今日は青空です。雲一つありません。秩父観音霊場第22番堂寺堂です。堂寺堂22番永福寺って書いてあります。永福寺の堂寺堂が22番の札所ですかね。はい、お参りしましょう。まあ、わらぶき屋根の山も趣があります。すべてどこのお寺も今梅が満開です。梅にうぐいす。ここは高台にあるので、駐車場からまだだいぶ歩きます。階段を、秩父札所第23番音楽堂に到着しました。お参りします。
景色の良いお寺です。銀閣堂、境内から眺める武甲山が大変素敵です。綺麗に見えます。下が秩父市街です。そして荒川を渡ってこちらの方へ走ってきました。秩父観音霊場札所第24番宝泉寺です。すごい一直線の階段。いやいやいや、これは大変ですわ。後半戦でだいぶ疲れてます。だいぶ息が切れてきました。はい、到着。はい、武甲山が大変綺麗に見えます。素晴らしい三角錐。はい、秩父観音巡礼第25番札所、久昌寺です。久昌寺三門です。